こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。もう13年以上神戸に住んでる人として、まあここ最近おそらく一番嬉しかった仕事依頼、そしてそれで撮影してる写真とかも今日の動画で話すので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。サッカーチームのヴィッセル神戸の、撮影です。選手の撮影です。こんな感じの写真、どうやって撮影してたか、どのくらい時間かかったか、ちょっとオフショット動画とかもいろいろあるので、どんな機材を使ったかはちょっと今から話します。そしてイントロが流れてる間に、ヴィッセル神戸好きな人いますか、自分の好きなサッカーチームとか、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。では本題に入りましょう。スタート。OK、 おそらくもう YouTube やって 4,5 年私がサッカーの話題したことはないんじゃないかなと思うので、おそらくこの動画で初めて私のチャンネル見てる人いるかもしれないので、エリコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話普段アップしているので、初めての人だったらぜひフォローしてくれたら最高に嬉しいです。そしてヴィッセル神戸の YouTube チャンネルにも、今回の撮影のオフショット動画とかもいろいろあるので、ぜひヴィッセル神戸のチャンネルもチェックして、そして登録してくれたら最高に嬉しいです。上のカードと下の概要欄に URL 入ってます。ではどうやって撮影してたかちょっと、見てみましょう。まずその撮影してた日は、ちょっとどんな天気になるか分からなかった。もうずっと雨天気の予報だったので、少しだけ心配はあったんだけど、ポジティブなんで結局普通にすごい綺麗に晴れました。ただ私が撮影行く時には、結局どんなことがあってもいいようには、自分の機材を用意したい。もう土砂降りになってもいい、土砂降りでは多分難しい撮影ももちろんあるんだけど、どんなことがあっても、自分の機材をちゃんと準備して揃えたいことがあります。でどんな機材で撮影してたか、そしてどんなカメラを使った、なんでそのカメラを使ったかをちょっと今から話します。最近私が撮影している時に、だいたい選べるカメラが、メインのカメラとして選べるカメラが、3つあります。その1つが EOS R5、 もう1つがソニーの α7R4、 そしてもう1つが最近出た、EOS R3。 もう3台ともすっごい好きです。なのでおそらく今回の撮影の写真はどれだけどんな風に使われるか、分かんないんで、もしかしたらすごい大きくなる可能性もあるので、正直にこの時の撮影で EOS R3 を使うのが、やめました。なぜかというと2400万画素しかないので、ちょっと少ないかなと思って、結局選択肢はソニーの α7R4 にするか、キヤノンの EOS R5 にするか、でも結局その日の流れで、その時の自分の何がどこに置いてあったか、結構晴れてたので、ND フィルターはどっちに使おうか多分いろいろ見てたら、結局ほとんどの写真はだいたい EOS R5 で撮影しました。レンズは、両方のセットに EOS R5 用でも α7R4 用でもだいたい多分メインレンズとしては2つ用意してました。EOS R5 の方がシグマの 40mm の F1.4 もう大好きなこのレンズ、すごいいっぱい使ってるレンズです最近は。そしてもう一本はシグマの 105mm のボケマスター F1.4、 もう少し背景圧縮して神戸タワー見せたいとか、ヴィッセル神戸の撮影なんで、ここで撮りたかった、もう神戸のポートタワーが綺麗に見える感じの背景で、撮る感じだったので、40か105かな。そしてソニーの方は、似てるような焦点距離だけど35の F1.4 の DGDN、 そして今ちなみに使ってます、これ今35の DGDN のレンズを今 α7-4 ちなみに使ってます。
それか 85mm の F1.4 の DGDN のどちらかを使う感じです。なのでカメラ2台、もうメーカー全然別のメーカーのカメラ2台、そしてレンズ4本で撮ろうかなと、思ってました。そして、まあ、きっとこういう撮影はおそらく時間はすごい限られてくるかなと思って、おそらく多分レンズ全部使うことはきっとないだろうし、おそらくレンズ1本だけで済ませることになるんじゃないかな、まあ、という感じでした。まあ、結局そうでした。実際に撮影してた時の、タイムラプスがあります。タイムラプスというか、まあ、ちょっと撮影してた遠くから、その後実際にどのくらい撮影してるかの撮影してる時間を見てみたら、だいたいね8分ぐらいでした。もう最初から最後まで撮影はもう8分で、終わってたので、まあ、ほとんどレンズ1本で撮影してました。まあ、どのレンズで撮影してたかというと、ちょっと3人、選手3人、大迫選手と、イニエスタ選手と、山口選手の3人の写真は、大体この40mm、シグマの 40mm の、F1.4。ほとんど F1.4 でしか撮ってないんだよね。だいたい F1.4 で撮影してました。ちなみに今この時に撮影してた写真は私のインスタグラムとかツイッターにもあげるので、ぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。 URL は下の概要欄に入ってるので、ぜひフォローしてくれたら最高に嬉しいです。まあ、撮影時間はもう1回8分とだいたい8分ぐらい、もう最初からもう最後のショット、まで選手が来て始めまして、ちょっとだけ何十秒喋って撮影して、もう最後のショットまではだいたい8分ぐらいで、終わってた感じです。まあ、私からしたら結構確かに短いけど、別にまあなんか別に2分でも別に全然いい時は普通にあります。ライティングとアクセサリーは何を使ってたかをちょっと、まあ、オフショット動画軽く見ながら、話すんだけど、ライティングはプロフォトの B10 プラスが私の大好きな、結構パワーのあるプロフォト B10 プラスをちょっとこの前、壊れてしまったんで、B10 で撮影してます。プロフォトの B10 で撮影してます。そしてアクセサリーは2つで悩んでました。大きな 105mm の大好きな、フォティクスのソフトボックスで撮影するか、それか105cm のフォティクスのソフトボックス、もしくは 65cm のフォティクスのソフトボックスで、結構悩んでたんだけど、結局 65cm のソフトボックスで使いました。まあ、こんな感じの、セッティングです。そしてさっき言ってた通りに、私のプロフォトの B10 プラスが壊れてたので、その B10 からの B10 プラスの1段は結構、まあ、場合によってすごい、まあ、重要な時があったりします。なのでその1段を結局、まあ、稼ぐためにフォティクスのソフトボックスの前のカバーを外して、もうビューティーディッシュみたいな感じにして撮影してました。それであと1段ちょっとぐらい稼げるので、結構場合によってすごい、もしパワーがもっと必要な感じだったら、前のカバーを外してビューティーディッシュとして使うことが私結構多いです。それでちょっともう一回、スライドショーで今3人での写真の何枚か見せるの と、もちろん横で撮影している写真もあるし、縦で撮影、まあ、ほとんどメインは横だったんだけど、縦で何枚か一応選択肢がある、選択肢としてがあるように縦で撮影して、そして、最後に、選手1人ずつ撮影してた 写真です。大迫選手、イニエスタ選手、山口選手の3人の写真は、こんな感じです。もう一回私のインスタグラムとか他の SNS にも多分いろいろあげるので、ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。 URL は下の概要欄に入ってます。そして
その選手の撮影が終わってから、あのモデルさんにヴィッセル神戸の新しい、制服を着てもらって、それでもちょっと撮影してたので、まあ、その時の撮影もちょっと何枚か見せます。まあ、もう一回神戸の綺麗なハーバーランドの背景で撮影している写真です。こんな感じ、こんな感じ。で動画の最後に、ちょっとスライドショーでもう一回いろいろ写真入れるので、ぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。なので、まあ今日の動画ではこんな感じです。最近結構まあ嬉しかった仕事、神戸住んでる人としてすごい嬉しかった仕事、ヴィッセル神戸の撮影の話でした。でヴィッセルの神戸のチャンネルに実際に撮影しているオフショット動画とかメイキング動画はそっちにもあるので、URL を下の概要欄に入ってます。ぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ぜひヴィッセル神戸のチャンネルも登録してくれたらめっちゃ嬉しいです。ではこの動画はとりあえずこれで終わりたいと思います。初めて私のチャンネル見てる人だったらぜひフォローしてくれたら最高に嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。サブチャンネルもあります。上のカードと下の概要欄に入ってます。バイバイ、イルコでした。イエーイ。